飲む口に飲む。さあ今日5月14日、はい、何の日でしょう。母の日。正解。バレた。セリアで買ってきた、はい、100均のセリアで買ってきたこちらの靴下、はい、働く細胞っていうアニメの、はい、赤血球ってキャラクターの、はい、靴下です、はい、まさかそれをこれをですね、はい、僕が履きたかったんですけど、はい、サイズが22から24、はい、無理です、はい、なので母親にねプレゼントしていきたい、はいはい、そうそう柄物ってけど結構だから母親は多分1000円ぐらいで、あ、買ってきてくれたんだろうなっていう感じでね、受け取ってくれると思うんで。はい。はい。私行きましょう。私行こう。はい。母の日のプレゼントです。はい。どうぞ。はい。働く細胞ですか？お、お、すごい。なんで知ってる？あ、まあまあ、あるな。テレビで、まあやってるからね、よく。あ、書いてあるね。そう。はい。でね、履いてほしいな。ぜひ履いてほしい。働けっていうことか。違うんだよ。違うよ。サイズ見て、サイズ。サイズがちょうど。サイズがですね、はい、22から24。お母さんにぴったり。ああ、ぴったり。あ、入ってくれよ。はい、ぴったり。あ、ぴったり。ねえ、ねえ、切り方失敗した？切り方、切り方失敗した？あれ？あ、ハサミで切るとき。何見てんの？あれ？最初からもう泣いちゃった。いくらしたと思ってんだ、言わないけど、チキショウ。まあいいや。ね、これ高かったんだよね。だからだ。え、ね。なんて言うんだよ。もうピーだよ。もう名前呼ばないでよ。あんた。ちょっとあの立ててほしいな、あのこう何体育座り。ああいいねいいね。で動かすの。あいいね。裏も取っとこうかな。はい。喜んでもらいました。森。すっごくいい。いい？うん。はい。じゃあ、あげます。あげます。あげます。あったかいって、すごい。肌代わりって。いや、高かっただけあるよ。そうでしょ？ほんと、マジ？え？うん、全然違う、今までのと。さすが100円だ。な、え？